はい、えっと。公務員獣医師の業務紹介ということで、えっと、ご説明させていただきます。まず、岩手県県民計画の中で、えっと、政策推進の、えっと、安全安心、仕事の収入という分野に、えっと、獣医師は、えっと、主に関わってくることになります。で、この岩手県民計画に基づいて、えっと、大きな仕事の役割だったりっていうものが設定され、これに向かって、えっと、各自、 役割を果たしていいくという形になります岩手県のプロフィールになりますけれども、これは農林水産物の1位になっているものを表しております。で畜産の分野でいきますと、日本単ん種が3466頭、全国シェアで44.8%ということで、全国第一ということで、岩手が誇る日本単ん種ということになります。また えっと、畜産分野でいきますと、ブロイラーですね、全国シェアで、えっと、15.9%、順位でいきますと全国第3位ということで、これは後ほどまた説明しますけれども、畜産県を名乗れる、えっと、ブロイラー3位というところになります。また、肉用牛も全国第5位ということで、上位を占めているということになります。ここからは、えっと、岩手県の獣医師の職場ということで、えっと、写真を交えながら。 簡単にご説明させていただきます。まず、岩手県獣医師職員の配置状況について説明をします。えっと、畜産分野と公衆衛生分野という形で大きく2つに分かれます。で畜産分野、私がいる、えっと、畜産分野については農林水産部の中に家畜保健衛生所、畜産研究所、農業大学校、また振興局。 農政部農林振興センター、その他本庁の農林水産部畜産課というようなところで、主に獣医師が働いております。その内訳は右の表に示す通りですけれども、カッコの中が女性の割合ということになります。なので、農林水産部の中で、やはり獣医師職として一番働いているというところは、家畜保険衛生所というところになります。 続いて公衆衛生分野、環境生活部と保健福祉部にまたがりますけれども、えー、とまず振興局の中では、保健福祉環境部、保健所に勤めている方、その他手先機関では食肉衛生検査所、職権というところですけれども、えー、とに勤めている方、あと環境保健研究センターに勤めている方。 と本庁でいくと環境生活部と保健福祉部にそれぞれ、えー、と獣医師が配置されているという形になります。でえー、と出先機関でもやはり食肉、えー、衛生検査所というのがやっぱり獣医師の免許を一番、まあ、あの使えるというか分かりやすいところかと思います。でえー、と農林水産部で今現在72名で、えーと、そのうち女性職員が24名。 で公衆衛生分野では50名で、女性職員が24名というような形で配置をされているという状況になります。で身近な拳銃医師の仕事ということで、まず、何のためにま仕事をしているかというところになりますけれども、安全で安心な食肉を提供するためにということで、えっと、畜産分野では農場、生産分野、生産現場で,す、ねでえっと、主にえっと仕事を行っております。で 主に担うのがやはり家畜保険衛生所ということで生きた、えー、と生産している段階での分野の部分また、えー、とそこから食肉だったり卵だったりとか生産物、えー、とになるところについては公衆衛生分野ということになり食肉処理加工施設だったり加工施設というところで、えー、と食肉衛生検査所だったりあとは食中毒の関係ですと保健所のというような形で えと役割が分かれておりまして、それぞれの分野で、えー、と獣医師があの活躍しているというような状況になります。それでファームトゥーテーブルの上から食卓までということをキーワードに、えー、と仕事をしているというところになります。ここからは、えー、とそれぞれの分野について少し具体的にあのご説明させていただきます。まず畜産分野についてですけれども、 主な業務としては、家畜伝染病の発生予防、およびまん延防止対策で、生産性を阻害する疾病の予防対策、畜産振興に関する試験研究、畜産経営体の後継者の育成、畜産振興に関する行政事務を行っております。で主な勤務先としましては、家畜貢献衛生所、畜産研究所、農業大学校、 本庁ということで分かれますここでと岩手県の畜産の、えー、と概要について説明しますけれども岩手県では全国順位としてまず農業産出額としては畜産部門で第4位になります塩等波数の全国順位でいきますと乳幼牛が第4位肉用牛が第5位で豚が第8位肉用系、先ほど言ったブロイラーが第3位で採卵系は 第19位と、これは、えー、と塩波数等、等波数で見た場合の全国順位というふうになりますけれども、これで何が言いたいかというと、うちの県はやはりバランスのとれた畜産県ということで、えー、と牛でも、えー、と乳牛も肉牛もいますし、豚もいる、またブロイラーのほかに採卵県もきちんと全国上位にあの位置するぐらい、家畜がたくさんいるというようなことが見てわかるかと思います。 えと岩手県の地域別、家畜の使用状況になりますけれども、岩手は県土が広いので、えー、とそれぞれま地域でも特色が出ているというような形になります。で主に黄色でしました県北地域については、肉養鶏が盛んな地域ということで、中山間地域、山でもあの飼えるような肉養鶏のブロイラーがとてもあの盛んに行われております。 また中央部は、えー、とバランスが取れたというかですね、1、えー、つは乳幼牛がたくさんいる地域がある、くずまき町であったりとか、滝沢であったり、雫石であったりという酪農が盛んな地域の他に、あと採卵系がたくさんいる地域がありまして、えー、と大規模な採卵系の農場が中央にはありますので、えーと、その分野にも盛んな地域というふうになっております。で一方、青色の県南地域ですけれども、 ここはあの前沢牛だったりとかですね、肉用牛が盛んな地域というところと、あとは豚でもですね、銘柄豚と言われるような大規模な養豚場をやっているような農場が位置しておりまして、そのあたりが特徴的な部分になります。で続きまして、家畜保険衛生所のもう少し細かいような中身になりますけれども、まず、えー、と家畜保険衛生所では、 安全安心な畜産物を安定供給するために、家畜の病気の予防や、伝染病のまん延防止に取り組み、家畜の使用者、主に畜産農家さんですけれども、それを支援すると、バックアップして生産を一生懸命やってもらうというために、まず病気の予防対策の指導であったりとか、あと発生しているかどうかというような家畜伝染病の検査を行います。 また、それ以外にも呼吸器病だったり、下痢症だったり、生産性を落とすような要因については、改善策を指導して、生産性を上げてもらうような対策をしております。また、一般の獣医師の診療でわからないような不明疾病のような疾病についても、本当に固定伝染病ではないのかどうかとかですね、あと、新しい病気ではないのかどうかというような点も踏まえて、不明疾病の病性鑑定と いうものもの行っておりますまたそのほかに地域であの畜産の問題、課題となっている病気について解明するための調査や試験も合わせて行っております。畜産研究所になりますけれども、畜産研究所にも、えー、と獣医師がおりまして、 えと県の畜産を発展させるために技術開発の研究や主流牛の改良を行っているところになります。主に肉用牛の生産コストを低減させる使用管理技術の確立だったりとか肉質増大に優れた黒毛和種、日本単核種の主流牛造成受精卵の受胎率向上のための試験研究疾病に強い遺伝子との解明等それを活かした系統造成など、えー、と主に こちらについては技術開発の研究だったりとか、えー、と改良というようなことを行っております。でその中で獣医師が、えー、とそれの研究に携わっているというようなことになります。続きまして、えー、と農業大学校ですけれども。 農業後継者育成のために教育を行っている機関になりますで。これは県の大学校になりますけれども、同校の家畜の使用管理や治療も獣医さんが行っており、まあ、先生もやるけれども、えーと、家畜の使用管理について指導しながら、えー、と治療も行うというような形で、えー、と業務を行っておりますで。実践教育を通じ、将来の畜産の担い手として、えー、と必要な技術力、 経営管理能力を要請したり、使用している乳牛と肉牛の健康管理、使用管理、治療を行っております。また生産物である生乳、講師、肥育牛の出荷、販売等も行っております。で農業大学校で行きますと,、えー、と、この度、ハサップの農場として認定され、またギャップの農場としても、えー、と認定されるというようなことで、その食の安全・安心についても、さかに。 率先して取り組んでいるような農場ということになります。続きまして、えっと、本庁畜産課になりますけれども、県の畜産振興のための施策を立案推進し、畜産物の生産に携わる関係者を支援しております。で家畜の疾病の監視、発生予防まん延防止のための調査であったりとか、 豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等の侵入防止対策指導、県内の発生時の初動体制の確保のための研修を行ったり、あとはその他に畜産経営を支援する助成事業、価格安定のための補填事業、規模拡大のための生産基盤整備といったような業務を行っております。主にやはり先ほど言った家畜保健衛生所の司令塔のような役割という部分が畜産館。 になっております続きまして、公衆衛生分野になります。主な業務内容としましては、食品営業施設の監視指導であったり、研修会等の開催、食肉や食腸肉の安全性確保、リスクコミュニケーション、食品の安全性確保のための検査、調査、感染症や食中毒に関する試験研究、 動物愛護の啓発活動、野生鳥獣の保護、管理、公衆衛生に関する行政事務というものを行っております。でその他に、えーと、振興局、保健所の職場がありまして、これちらはあの地域に近いところになりますので、それぞれの地域での、まあ、県民が安全で安心な生活を送ることができるように、食中毒の未然防止だったり、動物の 適正使用に関すする取りり組みを行っております食品営業施設、集団給食施設等に対する衛生監視指導であったり、食品衛生に関する講習会の実施というのも注意し行っております。犬の登録、駐車、及び動物の所有者、明治の推進、市町村への支援、たりとか、動物愛護の啓発活動、として犬や猫の譲渡事業、 動物愛護習慣事業や、適正使用講習会、動物取扱業に対する指導等も合わせて行っております。続きまして、えーと、食肉衛生検査所です。こちらの施設は、食肉や食腸肉の安全確保を図るため、食肉の検査や、土地区場や食腸処理場の衛生管理指導を行っております。土地区検査や BSE、スクリーニング検査による疾病、異常肉を排除したり、とかですね、土地区場や食庁処理場の立ち入り検査、衛生管理指導、食肉中の残留有害物質、農薬であったり、動物用薬品の排除、食肉輸出関連業務としましては、認定施設の現場検証であったり、衛生証明書の発行、国や輸出相手国の査察対応。 土畜検査データの還元といった業務を行っております。で、えー、と岩手県の食肉衛生検査所については、えー、と輸出対応をしている食肉土畜場が併設されておりますので、えー、と輸出に関するまあ、衛生管理基準をしっかりと,、えー、とまあ、持っているかどうかというような形で、えー、と衛生的な 相手国の査察に耐えれるような管理も合わせて行っているというところになります。続きまして、環境保健研究センターです。こちらにも獣医師が勤務しておりまして、県民の健康と環境を守るための技術的拠点として、試験検査、監視測定、調査研究、情報発信を行っております。感染症の食中毒発生時の試験検査や、 えと食品の宗教検査、食中毒菌や残留農薬、食品添加物、動物用薬品、解毒、遺伝子組み換え食品等、感染症情報の提供であったりとか、研修会の開催、また、えー、と調査研究としましては、ハきのノロウイルスの不活化であったり、小児呼吸器病のウイルスの分子、疫学というような形の、えー、と業務を行っております。 大学で、えー、と獣医学を学ぶ時に、えー、ときに食中毒であったりとか、えー、と動物用医薬品のことについても習うと思いますけれども習ったことが、まあ、そのまますぐあの職場で役に立つというような職場になっております。また、えー、と本庁県民暮らしの安全課の、えー、と業務としては食の安全安心食育動物愛の 狂犬病予防等に関する施策を立案し推進すると、より安全安心な暮らしの実現に向けて事業の推進に取り組んでいますで。食の安全安心のための計画策定、事業の推進であったり、食の安全安心、リスクコミュニケーションの実施、食品の適正表示の推進であったり、食の安全安心関係、危機管理体制の整備。 食育の推進のための計画策定、事業の推進、動物愛護、狂犬病予防のための計画策定、事業の推進というような業務を行っております。でえー、と県民暮らしの安全化とは、食の,の安全・安心、関係危機管理体制整備というところがありますけれども、例えば豚熱だったり、鳥インフルエンザが発生した際の全長を上げた危機管理についても、えーと、県民暮らしの安全化と協力しながら畜産化と。 また、あと他の部局とも協力しながら対策を行うというような形になります。続きまして、本庁自然保護課です。えっと、自然保護課にも野生動物の関係もありまして、えっと、獣医師が配置されておりますで。人と自然が共生する社会を目指し、生物多様性の確保に関する施策を立案推進しています。気象野生生物の保護であったり、野生鳥獣の保護及び管理。 野生鳥獣の救護、鳥獣保護センターの管理運営、飼料鳥獣の捕獲制限、捕獲許可、飼料免許試験、飼料者登録、飼料事故防止、やったりとか、野鳥の抗病原性鳥インフルエンザ検査、や感染野鳥確認時の対応、外来生物の防除といったような業務も行っております。で 自然保護科で扱っている野生動物ですけれども、畜産、家畜の分野でも今、えっと、問題になっている豚熱もそうですし、鳥インフルエンザについても、豚熱はイノシシからであったり、えっと、鳥インフルエンザは野鳥からということで、やはり自然相手の、えっと、対策が必要ということで、えっと、こちらも、えっと、連携をしながら、えっと、獣医さん同士あの、いろいろ情報交換しながら、 対策等を行っているというような形になります。で続きまして、医療政策室ですけれども、県民の健康を守るために感染症対策に関する施策を立案推進し、危機管理事案への体制を整えています。感染症予防計画の策定、進捗管理、対策マニュアル策定だったり、新型コロナウイルス感染症、新型インフルエンザ、結核、エイズ、エボラ出血熱、 ワンヘルスリーに基づく動物由来感染症への対策、感染症の発生動向調査や予防接種状況の調査という形の業務を行っており、こちらで言いますと、やはり新型コロナウイルス感染症の最前線で、えー、と業務を行っているというような部署になります。で、そ,れその際にやはり獣医学で学んだ、えー、と人獣共通感染症の知識であったりとか、 えと講師衛生で習うような人に来る病気についての知識も、あのこちらの方で有効になるということになりますので、えーとまあ、大学で学ぶ授業については、あのすぐ現場で使えるような、えー、と職場であるというような形で認識してもらえればなと思います。で続きまして、まあ、岩手県の獣医師職員、ここがいいと。 いうところになりますけれども、バランスの良い畜産圏ということで、えー、と先ほども申しましたとおり、症例が豊富であり、日々の業務を通じて、経験を積み重ね、自分の知識や技術を高めることができます。で、広大な県土において、 牛、豚、鶏などの家畜に触れながら、畜産振興や後継者育成に関わる業務に従事できます。また、臨床獣医師や畜産指導者と連携しながら、えーと、家畜使用者への指導やサポートを実施できるというのがいい特徴になります。まず、えー、と使用派数が多いということで、それについて検査も多いですし、症例も多いし、予算も多いということになりますので、その分あのできることというのが多い。 くなりま,すまた、逆にその分、県のが広かったりという分で工夫も必要だったりとか、ですね、あとは、えー、と農家さんとのコミュニケーションもよく密に取らないと、それぞれやはりあのたくさん対応しなければならないので、そのあたりも、まあ、逆にやりがいにつながるというような部分があ,とあります。また、えーと、食の安全、安心に力を入れている県ということで、まあ、高度な衛生管理水準の貯蓄場において、牛肉の輸出支援業務に従事できる。 ということで国内でも対米輸出であったりとか、えっと、海外に輸出できる施設というのが、えっと、限られておりましてそれについてもあの率先して岩手県ではあの対応しているということで高度な衛生管理水準の蓄上があるということとまたあと県民の健康を守るための最先端の研究に打ち込めるということでみんな獣医師の方々モチベーションが高かったりです、ね、真面目な方がすごい多くてですね一生懸命 県民の安全安心に力を入れれるというような形を、他の部局を見てても感じるところです。で公務員だからというところで、まあ、幅広い分野、業務、今、駆け足で説明してきましたけれども、家畜衛生だったり、公衆衛生、自然保護、医療政策といった分野に、注意視として入った場合には、あのつくことができますと。 そのため経験でき広い視野が培われま,すまた、獣医師以外の専門家とともに働ける環境にあり、関係機関、団体の職員とも交流を含められるというのがありますけれども、これについては、例えば、えー、と動物病院で働いたりした場合には、なかなか飼い主さんだったりとか動物病院の先生同士というところでの交流ということになるのが多いと思いますけれども、県で働いた場合には、獣医職以外の職種、畜産職であったり、 えと科学職であったり、あと総合強制職の職員といった方々とも一緒に働ける環境にあって、それらの方々の考え方だったりとか、働き方というのもすごい学べるというのが、まあ、他の,あの同級生と話をしていても違う、まあ、公務員のいいところかなというふうに感じております。で、公共の利益を目指す業務であり、責任とやりがいを感じられる。また、その他にも休暇制度が充実しており、 アフター5や休日に趣味や家庭のサービスも優先できますとで、えーと。研修の分野になりますけれども、それぞれ、えーとまあ、技術職、獣医職で入った場合に、えー、とやっぱり、えー、と専門な研修という形で、それぞれ研修に出してもらえるというような中身があります。で家畜衛生の分野でいきますと、国の、えー、と動物衛生研究部門で、えーと、それぞれ家畜の病気の基本講習であったり、特集講習会。 あと、海外悪性伝染病の講習会というものを3から7日間、つくばに行って研修をしたりということがあります。また、えー、と病正鑑定、専門的な、えー、と診断に関わる分野、ウイルス、細菌、病理、生科学それぞれ4つの分野があるんですけれども、どれかの分野について専門性を極めたいというところになると、まあ、担当として7ヶ月間、長期の研修という形で、ウイルスならウイルスの専門分野を直接学ぶと。 いうようなな形になりますで家畜衛生研修会としては、えっと、病性鑑定担当者が毎年、同、え、栄、っと、圏で受講するということで、これは各、えっと、専門の分野のウイルス、細菌、病理、生化学、それぞれ4分野について、えっと、全国の家畜保健衛生所の職員が集まって、ですねそれぞれの県の、えっと、省令を持ち寄って、4日間にわたり研修をすると。 いうようよな内容になりますので、それで、えー、と国内の他の家畜保健衛生所の職員であったりとか、あの他で出ている病気あの、岩手では出ないような九州で出るような、えー、とアルボウイルスの病気だったりとかです、ねあの、地方性に関わるような病気というのも症例として学んだりというようなことがあります。 その他、中央畜産技術研修会として、家畜改良センターで、これは畜産行政だったりとか、畜産業、肉用牛、酪の養鶏等の一般的なこれは生産振興衛生に関わるようなところの分野について、それぞれ専門的な研修も受けれる体制があります。続きまして、病性鑑定研修、これは県内で行っている研修ですけれども、これはあと新しく入った新人の 保衛生職員に対してそれぞれ各家保で行うような検査であったりとか診断技術の研修を行います。また症例検討会ということで3つの家保が集まってそれぞれの症例を持ち寄って症例検討をしたりということもありますし県の業績発表会ということで毎年1月に1年間の業績をまとめて発表すると。でこれについいては、北北海道東北ブロックという、 業績発表会がありますし、その次そこで選ばれれば全国の発表会ということで、えーと、全国発表会に進出できるということになります。続きまして、えー、と講師衛生分野ですけれども、食肉衛生検査所の研修だったりとか、食品衛生危機器管理研修と各種学会等の分、えー、も参加できます。で、その他、えーと、県民暮らしの安全化主催では、岩手大学の方に食肉衛生検査 その職員が研究員として派遣されて、業務についての研究課題について研究を実施したりということで研修もしております。また、食の安全安心担当業務研究発表会ということで、これについても業績発表会と同じように毎年2月頃に開催されて、選ばれた年代については各種学会等に発表するというような形になっております。ここからはインンターンシップ についてですけれども、大学生を対象として職場の体験という形で毎年実施をしております。で、1週間ですと大体このような形でそれぞれの施設を見て回って、一部職権も行くというようなパターンであったりとか、あとは講習衛生分野ですと逆に県庁とか保健所だったり、漢方センター 行きつつ価値貢献衛星所も見れるというような形であの幅広く体験できるような形でプログラムを組んでいるところです以上が駆け足で説明しましたけれども獣医食に関する説明となりますぜひ岩手の魅力を満喫するためにも岩手で働いてみませんかよろしくお願いします